はい、今度はここの緑のセクションね。言語と文字入力から端末情報までやります。じゃあまず言語と文字入力ね。で、えー、言語の設定。標準キーボード。まだ何もキーボードアプリ入れてないからね。これしかないよと。で、えー、サムスンキーボードの設定。Google 音声入力。 はいはいはいテキスト読み上げテキスト読み上げのエンジンを選択するというとこだねこれあれだよねユーザー補助の画面でもこの画面出てきたよねポインターの速度を変更できると次はバッテリーですバッテリーの状態が見れますとこの画面ってさここのスマートマネージャーかスマートマネージャーでも見れるよねこういうふうにねまあいいや で、ストレージと。これもさっきのね、スマートマネージャーで見れたよね、ストレージね。これの詳細だっけだよね。この画面と同じだもんね。日付と時間の設定ですと。ユーザーマニュアル。こうやってユーザーマニュアルが参照できますと。なるほどね。端末情報と。 うーん、こういう設定ができますということですね。という感じですね。ここの緑のセクションに関しては特別変わったことは何もない感じですね。はい